エルマー・フリックは、アメリカ・オハイオ州ベッドフォード出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。1898年フィリーズに入団。それまで、外野のレギュラーであったサム・トンプソンが負傷で、出場できなくなった穴埋めとして、フィリーズの外野を任される。フリックは打率。302、81打点。 三塁打13本と活躍し、フィリーズで最も有望な若手の一人と称賛される。1900年には、リーグ最多の110打点を挙げ、打率、367を記録した。フィリーズには1901年まで在籍し、翌1902年に創設して間もない、アメリカンリーグへ移り、同じフィラデルフィアを本拠地にしたアスレチックスに所属する。ところが、フィリーズが、 州の裁判所命令を盾に、この遺跡の無効を訴え、結局アスレチックスでは11試合にしか出場できず、チームメイトだったナップラジョイラと共に、クリーブランドナップスと再契約することになった。以後引退する1910年まで、ナップスの外野として活躍する。1904年と1906年に投竜王となり、1905年には、首位打者を獲得する。 この年のフリックの打率は308で、これは後年1968年にカール・ヤストレムスキーが首位打者になった時の打率に次ぐリーグ史上2番目の低さだった。また1905年から3年続けてリーグ最多の三塁打を放っている。1907年のオフには当時21歳だったタイカップとのトレードの話が持ち上がったものの、 これを球団が断ったほどの活躍ぶりだった。ところが1908年にフリックは異変を患い、同年以降はフルシーズンでの出場ができなくなってしまった。1910年を最後にメジャーから降格、以後に年間マイナーリーグでプレーした後引退した。1963年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。 1971年に、オハイオ州で死去。ありがとうございます。